リキや、これ、リキ太郎のベビーグッズが全然揃ってない。え、何買うていいか分からんから自分で買うて。ここに書いてるやつ買えばいいだけやろ。もうええわ。よし、リキや、インスタ見ろ。買わへんぞ。リキや、なんじゃこりゃ。届きました。リキア買ってくれてありがとう。俺は買ってへんぞこれ。え、これ誰が買ってくれたん？これとこの辺は TikTok で撮影した時にリーさんたちが買ってくれたもの。他はみやびがあの Amazon の欲しいものリストに入れてたやつやん。でも俺買ってへん。インスタで上げてたやつやん。だから俺買ってへんで。そうなん、うん、じゃあ誰が買ってくれたんやろ。一旦茶番は置いといて、はい、みやびがベビーグッズが欲しいってリキアに言ったところ、リキアが買ってくれなかったので、うん、Amazon の欲しいものリストを作ったと。で、あのインスタ見れた人は分かると思うんですけど、リキアこれ買ってって言って欲しいものリストをメンションで飛ばしたと。当て付けみたいなやつやろ。で、それに対してリキアが買わへんって言って、多分でも届いたよってことは誰かが買ったと。買えんの？あれは買えます。飛んでギフトみたいな感じで買えます。住所バレるよ。住所だけ非公開にして Amazon から届くようになってます。へえ、いっぱい入れよ。いっぱい入れた。買ってくれたやつがこの辺ってこと？そう。はい。じゃあ誰か買ってくれたんや。開けましょう。開けよう。 OKO。 じゃあまずはね、お前また抱き枕買うたんか。おっぱいあげるときにこうやってここにリキ太郎乗せて授乳するやつ。C 型やんけ。三日月型やろ。あ、そうなの。ということはここにこうだよ。こうしてで、こうだね。あ、そうなんね。よしよし、楽だなこれ。うん、楽。こういうことね。はい。で、次、次はごっつんクッション。ドラえもんだよ。リキ太郎の背中につけて頭打たないようにするやつ。ほら、こけても大丈夫。大丈夫。そんなん過保護に育てたらあかんで。頭ぶつけさせ。あかん。炎上するで。炎上な、するな、あれな。謝罪動画出してもらわなあかんわ。自分で痛い思いしてこれが痛いってわかんねん。あかん、あかん、もうあれ。ちょっとスーツ着てこい次。謝罪動画やるやつ。次は母乳パッド。母乳パッド何？母乳が漏れちゃうから挟む。ここからが欲しいものリストっていうやつか。何から、何かな。じゃじゃん。やめてよ。これ赤ちゃんのこれだよ。これごっつんこ守るやつ。頭を守るための。いやそんな。え、頭ぶつけさせ。謝罪や、いざ謝罪。あ、すごいねこれ。こんな感じで入ってる。お祝いって書いてる。これ一応読む？餃子のゆりです。とりあえずいるものプレゼントさせね。ゆりちゃんはちなみにオフ会来てからうちのアホチャフで働くことになりました。哺乳瓶。おお、哺乳瓶だ。これなんで2個もあるの？2本セット。こんなちっちゃいんやね、哺乳瓶って。多分2口ぐらいで終わる。こうだね。コンドームみたいこれ。こうか。できました。おっ、これはなんと紙。これね、赤ちゃんができた時にね、しっかりくるむようにね。え、ほらほらほら。こういうやつ、うん、ほら。はい、これも同じゆりちゃんから。すぐ伸びるから必須。必須？すぐ伸びるから。なんだ、ラーメンか。どうぞね。あ、
爪切り。ああ。赤ちゃんはすぐ伸びるからね。あ、そうなの？新生児すぐ伸びるらしいよ。ゆりちゃんから哺乳瓶と爪切りいただきました。ありがとう。続きまして、ゆみさんから。ゆみさん。いただきました。元気な赤ちゃん産んでくださいね、ゆみ。これ開けよう。素晴らしい。てる。オープン。どういうこと？あ、そういうことか。ダサいな。簡易的やった。変えとけ。あのまま引きちぎるとこやね。わー、ガーゼですね。ガーゼ、何使うの？かわいい。よだれとか拭くやつじゃん。あ、へえ。一番じゃあ消耗でいるパターンか、これは。ゆみ、うん、さんからガーゼいただきました。ありがとう。お次はデカめやね。わあ、リキヤくん、みやびちゃん、私も二人みたいな関係になれる相手見つけて幸せになりたいっていつも思ってます。いつか二人に会いたいな、ベイビーに使ってね、ずっと応援してるよ、マイマイ。おお、マイマイ、これええやつや、絶対。おっ、抱っこひも、抱っこひも、おいよいよ、これどうやる、ちょっとやってみてくれる、こうだろ、はい、こうだこうだ、合ってるわ。じゃあリキアが抱っこ係に任命してあげる。マイマイさんから抱っこひもいただきました。ありがとう。死ぬ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 、首しまってる。タップセーブ。タップセーブ。イバプカチョーク。続いてはこちら、でかバーンバーンバーン。いつも仲良くしてくれてありがとう。世界のコミアン。コミアンありがとう。パフェさん、マルさんのオーナーのコミアンから、なんとこれはリュックです。リュック、好きやこれ、うん、ベッドになるリュック、伸びるんだよ。伸びるときはこれで切らない。え？お前はこういうのはまず使いこなせるか。うん、無理やね、ちょっと諦めようか。普通のリュックとして使います。おお、こういうことや。ここで寝れると、最先端のリュックです。すごい、ベビーベッド付きリュック、コミアンからいただきました。ありがとう。わあ、2個入ってる、こっちから。はい、いつも笑わせてくれてありがとう、世界のコミアン。続きまして、みやびさん、いつもありがとう。こっちゃん、こっちゃんは303の店長、パフェ作ってくれる子やね。はい、おむつ、おむつ、パンパスと、こっちゃんからはエプロン。これはどうする、短めや、こうすんのか。そうや、あ、そうすんの。これをちょっとつけれる、お前。しまるしまるしまる。もういけるから、上にしよう。お前、もういけたらの父親が死んでまうわ。もういけるから、楽にいけるから。あ、でもこれで落ちひんわ俺。確かに、お前や、かわいいかわいい、似合ってる。俺がもしも口元に弱なったらこれ食べない。前掛けとパンパース、こちゃんとコミアンからいただきました。ありがとう。い、何かな、何かな。また遊びに来てください、カメさん。そのパターンね、そのパターン。さあ、あ、お尻拭きや、大量大量。これじゃあ俺も使えんじゃん。リキはいつもうんこまみれ。ちょっと待って。カフェ303一同様よりメリーズお尻拭きいただきました。ありがとう。最後楽しみ、せーの。すごいすごい、動かしてみたい。おお、これ自動で揺れるから、何これ。なんだこれ。ねえ、ねえ、たらなも。これでもあれやな、あやそうと思ったらこっちが先寝てまいそうやな。だから自動なんや。眠りらオートスイングベッドかな。
社会人ですけど何かご一同様よりいただきました。ありがとう。構いません。ということで今回は欲しいものリストを入れてた分買ってもらったということで、はい、ありがとうございます。ありがとう。でもこれでもまだまだ力太郎のベビーグッズ足りひんね。俺は買わへんよ。なんでよ、みやび無職やからお金ない。だから力也買って。いいこと思いついた。何？お前欲しいもんリストまだある？あるよ。入ってんのいっぱい、うん、僕の知り合いいっぱいいるでしょ。あの送りたいとかなんか言ってた人たち、出産祝いとか妊娠祝い、欲しいもんリストを見て送ってください。お願いします。僕はもうお金がありません。バイバイ。こじき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 、もう決済やから金ないやん。お金あるように見せすぎやろ。お前子供できた。炎上しても知らんぞ。